はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、診断が実装されましてね、オベリスクの巨神兵が強化されましたので、この神を使って本日は実質先行ワンキルをしていこうと思います。はいそういうことが可能になりました。診断で追加されたカード2枚ほどちょっとご紹介したいんですけれども、まず、粉砕摂氏破壊神ですね。このカード、オベレスクの巨神兵1体を手札墓地から特殊召喚するという効果、で、特殊召喚したオベレスクは相手の効果を受けないという効果ですね。で、2番目、自分のフィールドに、オベレスクの巨神兵が存在する状態で、自分がカードの効果を発動するためにフィールドの、モンスターを、ね、2体以上リリースするとした場合、墓地のこのカードを除外して相手の墓地のモンスター全部除外しながら、その数かける500ダメージを、与えるよという、まあ、墓地メタしながらバーンダメージみたいな感じですね。まあでも今回は基本的にはさ2番の効果というか、まあ、どっちかというと1番の効果でオベレスクを特殊召喚していくっていう方をね、メインに使っていこうと思っております。で、このね、粉砕戦士破壊神と一緒に実装されているカードがですね、この、ね、ソウルエナジーマックスっていうね、この激アツカード。これどういうカードかというと、自分のフィールドに元々の属性は神属性となるオベレスクの巨神兵、まあ、要はオベレスクですね、神が存在する場合、自分のフィールドの他の表が表示モンスター2体をリリースし、相手のフィールドのモンスターを全部破壊して相手に4000ダメージを与えるというねめちゃめちゃ豪快な、効果となっております。ゴッドハンドクラッシャーをぶち込めるということですね。でトラップカードなんで、相手のターンに入った瞬間にいつでもすぐ打てますので、相手の盤面にモンスターがいれば即座に打って4000パンができるということですね。で、自分相手のメインフェーズをバトルフェーズに墓地のクラカを除外すると、デッキか墓地からオベレスクの巨神兵サーチ しながら、オベレスクの巨神兵を一旦召喚できるという一応効果もあります。まあ、特殊召喚じゃなくて召喚なんでリリースが言いますけれども、まあ、2番でオベレスクを展開することもできるということですね。で、これ墓地効果がまあ結構優秀なので、まあ、墓地見肥やしと結構相性が良くて、でですね、今回は、まあ、新制限9月の1日からなるんですけども、完全に脱法できちゃってまして、9月の1日に禁止されるカードたくさん入っております3日間しか使えませんこのデッキ。なんと8月29日今動画撮影してるんですけども、29、30、31で3日間しか使えませんこのデッキ。はい、3日間有終の美を飾っていただこうと思っておりまして、まず禁止になるカードアーギドですね。はい、終わってます、このモンスター。はい、終わってる。で、ケルベック、このまま1枚制限になるんですけど、これ終わってる。で、あと芝刈り、このまま1枚になるんですけど、これ終わってますね。まあ、この終わってるカード3枚をぶち込みまして、墓地をめっちゃ肥やします。で、墓地肥やした後にいろいろ展開してなんかうだうだやって、で、4000バン与えられるんで、ソウルエナジーマックスが。なので、相手のライフを半分にしときゃいいんですよ。半分にするというモンスターは、まあ、オーパーズ・アトランタル君がいますので、まあ、こいつで相手のライフを半分にした後に、まあ、相手のドローフェーズかなんかにね、エナジーマックスをぶち込んで、まあ、4000パンチを与えると。まあ、実質先行ワンキルですね。はい。まあ、相手のドローフェーズで、バン、ワンキルするんで、まあ、実質です。はい。というわけで、早速ね、モンスターではなく、神のパワーをお見せしていきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、超絶パチンカスデッキをね、ぶん回していこうと思います。このデッキ8月の29日撮影日現在なんですが、なんと9月の1日で使えなくなってしまうカードがデッキの中に3枚ほど入ってまして、完全に脱法デッキとなっております。大変申し訳ございません。有終の美を飾ろうと思い、禁止になるカードがなんと3枚も入っておりますねそんなことが許されていいのかみたいな話ですけどもね。なんと、ケレベックと、あと、芝刈りとアギドかな、はい、が入ってるんで、圧倒的にいかれてるんですが、まあ、とりあえずカオスルーラー出していく。で、カオスルーラー効果発動で、ディアの効果発動して、これいつものね、パンクムーブで、まあ、デッキから墓地にカードを落としていきましょう。芝刈りが1枚になっちゃうんでね、まあ、これからは結構墓地小安い系のギミックはカオスルーラーが、まあ、主軸になってくる、まあ、パンクカオスルーラーが主軸になってくるかなと思うんですけども、とりあえず、まあ、適当にベトレイヤーが落ちたのでなかなかでかいで、幻明落ちたらめっちゃでかくて、まあ、とりあえずレベル82体でジアンデッドは出しますと。このおじさんと、ね、カオスルーラーがいる限り、まあ、9枚くらい墓地壊すの確定しますからね。それが最強と。で、一回ちょっと圧縮しまして、パンクモンスターを、サーチングして、はい、
で、犯罪ムーブしますね。ケルドでケルデキルド。これやりにくくなるからな。これやりにくくなりますからね、この動き。これからは。まあ、1枚しかないんだよ、ケル。ケルベクが。まあ、ケルドもだけど。で、ムドラ持ってきて、ケルベク効果発動して、お互いにデッキトップを送る。アクシャトリアですか？アクシャトリアですね、なるほど。ラバゴクシャトリアですね。まあ、クシャトリアは確かにラバゴと相性いいな。で、ソウルエナジーマックスをセットして、でさらにライトロードビーストウルフの効果、自分の墓地から特殊召喚。ケルベクはね、あの幻明があると自分の墓地のトラップカードをセットできるよっていう効果あるからね。これ何でもセットできるんで、ね、最強なんですけども。で、1回時知らずのデュガーレス出して、これナンバーズなのが強くて、後でアトランタルで装備します。はい。で、デュガーレスとジアンデッド出しておいて、盤面開けてからジアンデッド効果。ラバゴめっちゃ入ってんな。まあでもいいや、大丈夫。相手のドローフェーズにね、あの処理するから大丈夫。あ、ウォッチ強パチンコうまっ。俺、ワイパチンコの才能あるぞ。これ、スロパチステーションへの加入、これ待ってましたね、俺。で、リバイバル特集。で、アギド効果。もうね、相手ティアラメンツではないと見るやぎないやね。あの、墓地めっちゃ壊すからね。こっち。はい。で、墓地送ります。当たり前に自分の墓地を送っていく。リバイバル出てきて、でさらにライトロードビースウォルフも出てくると。はい、神ゲー。ジャイアントレックス落ちてねえか。なるほど、レックスは落ちていない。まあでもね、結構ね、あのここまでいくとかなりの墓地壊し能力が発動できるんですけども、これもう一回で見ればいいか。ジャイアントレックス落ちてほしいんだよな。ちょっとなんか落ちろ。あの白雪のね、コストとして非常に優秀なので、あのモンスターは。で、ライトロードビーストルフ送り、あ、落ちたー。神ゲー。やパチンコうまっ。俺パチンコの才能こんなあったんやな。で、時知らずのデュガレスの効果発動。オーバーレイユニットを2個使ってドローリッチングパーチング面していく。なるほど、粉砕摂取破壊し強。やべえ、オブリスクを出す必要なかったわ。これでここで、あのソウルエナジーマックスの持ち込からね、基本的には出すんですけど、大丈夫そうなので、粉砕摂取使えば。なんで、まあ、とりあえず適当にこれ送っといて、で、ですね、ちょっと一回ウサギちゃん出すか。ウサちゃん出して、クソ適当にあの展開してるんで、モンスターめっちゃ余ってるんですよね。展開力が高いんで。で、ウサちゃん出します、4素材。で、自分の墓地から、先にランクロックするか。ソルキ効果で、ベトレと、ムドラ切って特殊。はい、これレベル6ですね。これトモンスターレベル6なんかめっちゃでかいんですよね。で、ベトレイヤー効果、光闇墓地から除外すると、まあ、カオスルランみたいな感じで光闇除外すると出てこれるみたいな。レベル6です、墓地からね。で、ベトレイヤーで特殊召喚成功時、相手の墓地のモンスター1枚除外できるよみたいな効果あるんですけども、ドライバーかなんか除外しておきますか。まあ、あのなんか、あの墓地リソースがあれば、それを除外するみたいな感じですね。で、レベル6のモンスターにして、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れよ。ナンバーズ6。オーパーツアトランタル特殊召喚成功効果。自分の墓地のナンバーズの装備。で、このモンスターは、装備してる、まあ、ナンバーズを墓地に送ることによって、相手のライフを半分にするというね。地獄みたいなことあるんで、これで4000にライフを半分に減らしてもらって、はい、急に4000番、うん、急に、めっちゃ急に4000番で、フェアリーテイル白雪の前に顔するのは、まあ、どっちもいいか、これ、まあ、どっちもいいな、これ、まあ、順番は。で、白雪効果で、ここでね、ジャイアントレックスを除外してあげて、はい、まあ、あとはまあ結構なんでもいいんで、なんかクソ適当 なんか使わなさそうなトラップカードとか、ま、魔法カードとか、この辺を除外してもいいんですけども、ま、地属性とかもいらないですからね、これ。で、除外して、特殊。はい。で、ジャイアントレックス効果発動して、蘇ってきます。OK。で、ちょっとね、デクレアラディバイナーが絡んでると、ここでバロネスが出せたりできるんですけども、ちょっとデクレアラディバイナーをちょっと展開に絡めることができなかったので、まあ、一応エルフとか作ればいけるから、多分。こっから、まあ、ちょっと時間もないのでちょっと急ぎましょう、急ぎましょう。これ相手のフィールド上に特殊召喚します、モンスター。はい、相手フィールド特殊召喚からゼロデイ出しといて、ですね、でこれセットします。
で、ルーラー出した方がいいか。ルーラー出して、時間ね、やべえ。ちょっと、それ、パチンコしてるだけで時間取られて、嫁ハンドクラッシャーが、これ、飛んでくる可能性高い。嫁ハンドクラッシャー的。で、ちょっと待って、これ、あれか。ちょっと待って、これ、インディギルなの。じゃあ、やばい、時間ない。余計なことしてる時間ないか。いや、でも、これ、こっちやった方がいいな。グリフォンやった方がいい。で、ここと、はい。これと、これでグリフォンだけ出して、で、一応、なんかワンチャン何かあった時のために、一応グリフォン。はい。で、グリフォン特殊召喚成功時効果で、相互リンクだったらワンドローできる。やばい、時間ない、やばい。これセット。OK。え、ドロー。OK。もう、エンド。危ない。展開力エグすぎて、時間なさすぎる。で、ドローフェイズに動きましょう。もう無限保養とかはね、今、打てないので、まあ、計らとか打ったところで、白雪は退しないので、まあ、それ、計らに遅延すればいいだけなんでね、これはあんま、多分ここ通るんですけど。さあ、白雪の効果、自身を特殊召喚していく、まあ、どこでもいいわ。で、ジャイアントレックスの効果を発動し、ジャイアントレックスによって、モンスターを2体並べ、そして、噴出再生社会神を発動。手札は墓地から、オベレスクの巨神兵一体を特殊召喚し、この特殊召喚したオベレスクは、このターン効果を受けない。モンスターではない神だ、ソウルエナジーマックス。フィールドのモンスター2体をリリースし、相手フィールドのモンスターを全て破壊し、相手に4000ポイントのダメージ。ゴッドハンドクラッシャー。対戦ありがとうございました。こんな買い馬セットは嫌だ。これ怒られてから、こんな芝刈りとか2枚入れた芝刈り売って、これ怒られそう。これめっちゃバッシングされそう。お前これ脱法デッキじゃねえかっつって、まあ、許してください。あと3日しかいですから。うっ、強っ。やっぱこのカード、いやこのカードあかんのやな。芝刈りちなみに2枚入ってて、まあ、1枚になるんですけど、なんだかんだやっぱちょっと1枚でも引かれたらうざいな。参戦の号とか今後来るかもしれないしね。まあちょっと今回のパックにも入ってなかったけどさ、参戦の号っていうなんかその、まあ、相手のねフィールドになんかモンスターがいると一応なんか芝刈りサーチみたいになるね、効果があるカードがあるんですけど、参戦の際のなんかまあちょっとアッシュみたいなねやつがいるんですけども、まあそれを使うと一応結構いい感じの動きができまして、まあ、芝刈りをサーチしてくるみたいなね、動きがあるんですよ。これセアミン特殊かな。まあ、ああいう感じで、なんか芝刈りをが1枚打つだけでさ、こうやってさ、アドバンテージがえげくなるわけですよ。まあ、それは禁止になるよねっていうね。打っただけで、3体モンスター出てくるのおかしいからね、頭。で、まあ、ここで、まあ、墓地の落ちた、まあ、うまいこと落ちたセアミン君の効果を使って、ここからカオスルーランに移行することもできると、はい、言われてますね。で、これはフォクシーですかね。フォクシーで、フォクシー効果発動して、これね、フォクシーも結構強くてね、この手札に来ちゃったなんかそのカード切れるのもね強いんだよね、めっちゃで幻明落として、でこれでまあ、ケルベクとかアギとか落ちた時に追加効果を狙っていけるみたいな感じになってるさ。で相手誘発出すそうなんで、とりあえずパンクを出しまして、でカプラ出しましょう。カップラーメン出して、でこれした方がデッキの中のそのパンクを掃除できるんで、割と圧縮ができるという話があって、でパンク効果発動、セアミンと、ディアノート、はい、カオスルーラーもちょっと危なくない？いよいよ多分ね、カオスルーラーなんか危ないと思うわ。こいつ多分ね、そろそろ余命宣告されてる気がする。俺はどうでしょうね。まあそんなになんかもう墓地小安ギミック禁止するなら、もうカオスルーラーそもそも禁止しろみたいな話あるからな。でカプラ出す、はい、ではいケルデク落ちた。ケルデク落ちていく。ケルデクが落ちたらね、本当はね、トラップカードをね、トリミアグリフォンでセット指導しようかなとか思ってたんですけど、まあ、セットする必要ないですね。ケルベクが落ちた場合は、ケルベクでセットできるんでね、これ。
ソウルエナジーマックスをセット、ソウルエナジーマックスからの一回ジアンデッドかな、レベル82体でジアンデッド出して、これであって合計もう10じゃあ9枚かで、カオスルーダー、はい、でモンスター特殊召喚、あフェンリル強いねあんま関係ないけど一応フェンリル出しとくか、フェンリル、俺フェンリル入ってないからさ、デッキの中にもうサーチとはできないんだけど、で特殊召喚していく、はい、まあ、レベル42体出せるもさ、強いやつ いないっちゃいないな、ミネレバで、まあ、ぶち込んでいく説は結構あるけどね。ちょっとソルキウスを出さないといけないので、ソルキ出しましょう。だから、そういう時は、こう、手札に引いちゃったカードを落としたみたいな時はね、ベル、あの、バリケードベルクをね、ぶち込めば、まあ、こうやってやってきるんで、最強ですね、このモンスター。で、まあ、とりあえず、ウーサ出しに行く。これ、あれか、あの、ミネレバして、さっきに。ちょっと、少し多めに肥やしとくか。これでいいな。で、ミネルバー、で、効果発動。あ、ここを一応制圧モンスターに変えるみたいな。なんか CN の、あの、CN にするものとかそういうの出したいかったら出してみて。あー、最強あー、最強あー、最強さあ、圧倒的に相手のデッキも破壊していくスタイル。ジャイアントラックスをしたオッケー下手なパチンコ、数打ち当たるっつってね。下手なパチンコもね、数打ち当たるんですわ。とりあえず、ウーサ出しに行きますか。ここと、ここと、ここで、ウーサ出して。あ、なんか、余ってるからさ、何やってもいいんですよね、これ。召喚権まだ使ってないしね、俺。なんなら。まあ、で、ソルキウスで、こうして、で、ソルキ出す。まあ、ソルキウスのところは正直、なんかレベル6特殊召喚できるモンスターと何でもいいんですけど、他になんか、いるんかな。まあ、めっちゃこいつが一番強いなと思ってるんだけどさ、レベル6で特殊召喚できる墓地から。墓地壊すんでね、墓地に絶対行くから、まあ、カオスメトロイヤーとか、まあ、ソウルキウスみたいなモンスターはめっちゃ強いんですけど。なんだ俺除外してるんだ、これ着替えるかこれ。着替える特殊召喚するとめんどくせえもんな。で、レベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築していく。エクシーズ召喚、アトランタル。だってこれ先やっとけばあったな、これ。先やっといたら、アポロウサ4素材になったかもしんねえな。はい。で、アトランタル効果でライフ半分満。君のライフ4000からでお願いしますね。はい。よろしくお願いします。で、これで、白雪。ジャイアントレックス巻き込み。はい。で、送りつけるため、あ、やべえ、時間ない、また時間なくなっちゃった。時間マジねえんだよな、このデッキ。このデッキ、タイムアウトめちゃくちゃしそうになるからね。そこだけマジでね、ちょっと注意が必要ですね。で、相互リンクのコードブレイカーウィルスソードマンで、相手の盤面に、そう、リンク先向いてるんですよね、アポロウザって。なんで、相手の盤面にゼロデイ送りつけて、はい。で、ちょっと打点下がっちゃうのが若干相性悪いな、これな。あの、ウグサちゃんが。で、セットして、グリフォニングライダー出して、はい。はい。はいと。はい。はい。ウェイ。で、これで一応無限抱擁とか、まあ、きっ抗勝負だと別に大丈夫だけど、とかそういうのケアしてますね。はい。あのモンスターを送りつけるという動きがどんだけ強いかという話ですね。あとフェンリルも出せませんね。はい、この段階だと相手フェンリル出せませんから、ユニコーンも出せないし、バリケードベルクなんだ、あ、回収しねえか。で、相手ドローフェーズ優先権渡ってきたタイミングで白雪発動する。で、白雪の効果発動しまして、ジャイアントレックス巻き込みなんでもいいんですけども、さあとりあえずカードをざっくり7枚除外して、あ、これカカラって言われてもう一回打てばいいんで、これ白雪の効果死ぬほど墓地超えてるんでね、大丈夫です。あ、リンク先に出してはいいか、これ一応トロミアグリフォンの、まあいいや。で、ジャイアントレックスで、粉砕摂取破壊神、地面からカードをドロー。
バカなモンスター教会の向こう。モンスターではない、神だ。ソウルエナジーマックス発動。フィールドのモンスターを2体リリースし、相手のフィールドのモンスターを全て破壊し、まあ相手っていうか俺のなんだけど、俺のフィールドから送りつけられたモンスターを全て破壊し、何？誰？え、待って、これ俺破壊できなかったら4000バーン入らないって聞いたんだけど、ちょっと待って待って待って、やばい、それやばい、マジ。そのエナジーマックスは破壊するモンスターがいなくなった場合4000万を与えることができない、やばい。あ、え、これモンスター何体いる？相手墓地めっちゃ壊した俺一筋で笑った。え、ぴったり賞なんだけど。